おし、おし。太陽が眩しいね。さあ、やってまいりました。久しぶりですね。ちょっとしばらくバタバタしててできなかったんですが、おすすめシリーズですね。今回はグラベルロードをやらせていただきたいと思います。予算15万、エントリーモデルからですね、おすすめするグラベルロードということで、いくつかピックアップさせていただきました。はい。予算10万と15万だとね、結構違うんですよ。はい。選べる幅、だいぶ広がると思いますので、これぐらいまで出せるよって方はですね、参考にしていただければなと思います。はい、いきます。まず一つ目はラレーです。ラレーはイギリスの老舗の自転車メーカーになります。はい、まあ黒森メインでね、ガシガシ作ってるようなメーカーさんになります。ものによってはね、職人さんが、イギリスの職人さんが作ってるようなねバイクもあったりするのですが、そんな中で今回紹介するのはカールトン DC というですね、ラレーの出すいわゆるグラベルロードバイクになります。はい、このグラベルロードがですね、なかなかいい感じです。はい、価格帯もですね15万円ぐらいにはなるんですが、いいバイクなのかなと思います。特徴としましては、まあ前後ディスクブレーキで黒森っていう部分が一番の特徴なのかなと思います。ホリゾンタルフレームなので、グラベルロードにありがちなトレンドとはちょっと違うんですけども、クラシカルな見た目でグラベルロードっていうですね、そこがまたオツなポイントなのかなと個人的には思います。 40C っていうですね、結構太めのタイヤを履いていて、まあハンドルバックもですね、取り付けやすいようにハンドルがちょっとこうフレア形状、ハの字になっていてですね、バイクパッキングなんかもしやすいバイクになります。はい、コンポはシモのクラリスミックスということになります。クラシカルなね、デザインが好きな人はね、候補に入れていいんじゃないかなと思います。続きまして、メリダです。メリダのサイレックス100です。メリダはですね、ジャイアントと肩を並べるほどのですね、自転車メーカーになります。台湾のグローバルブランドで、ロードバイク、マウンテンバイク、シティバイクもいろんなものをね、作っていて、OEM でもいろいろやっていますと。まあ、作ってるのは台湾なんですけども、設計はドイツでやっているようなメーカーになります。万能系のバイクですね。先ほどのラレーと比べると全然フレームのジオメトリーが違いますよね。はい。だいぶスローピングしたデザインになっております。こちらはですね、スルーアクスルというですね、今時の非常に剛性感のある足回りになります。はい。で、フレームの形状的にもですね、乗り降りがすごくしやすいと思いますので、まあ、初めての方なんかでもですね、かなり乗りやすいのかなと。アルミフレームにカーボンフォークということで、結構軽めに仕上がっております。すごく、いいかなと思います。はい。価格帯もですね、この価格帯の中では、個人的にはですね、かなりいいんじゃないかなと思います。コンポはシマのクラリスミックスになりますね。富士の砂利です。はい。富士っていうメーカーは、日本生まれアメリカ育ちみたいな感じのですね、メーカーになります。結構ね、歴史のあるメーカーですね。まあ、イメージとしては結構ストリートライクな自転車が多いんですけども、実はグラベル系のバイクも出していて、今回紹介するのは砂利の 1.7 ですね。砂利シリーズの中でも一番のエントリーモデルになります。で、砂利っていうのは名前の通りですね、日本の砂利道から取った感じになります。はい。なんかいいですよね。コンポはね、島の空ミックスになってます。ギア比もですね、グラベルロードらしい軽めのギア比になっていてですね、そのあたりも個人的には好感を持てますね。砂利ならではのその大量のダボ穴ですよね。キャンプツーリングも余裕でいけると思いますし、特に、まあ、砂利のお家ゲードもある、ちょっと自転車で行くのはしんどいな、担がないとっていう時に、たくさん積んで重たい状態でも肩がこう食い込んで痛くならないようにソフトパッドがですね、フレームについてですね、これは砂利ならではの特徴であって、まあ、アドベンチャーなライドをする人はかなり役に立つのかなと思います。スペシャライズドです。はい、やっと来ましたね、スペシャがね。はい。スペシャライズドのディバージュという車種になります。ディバージュ E5 ですね。スペシャはアメリカのメーカーですね、もう世界のトップのプロロードチームに機材を供給しているようなもう超一流メーカーですね。ロードバイクはもちろんマウンテンバイクとかその他 E バイクなんかもですね、ゴリゴリと作っていて、どのバイクも隙のない素晴らしいメーカーなのかなと思います。はい。で、このバイク、ディバージュですね。今年のモデルは間違いない構成になっていると思います。前後スルーアクスル、シマのクラリスミックスということで、今時のトレンドバッチリ、押さえておりますね。タイヤのクリアランスもですね、結構広くて 650B もいけます。はい。走りたいシチュエーションとか乗り方の幅をね、ぐんと広げてくれるようなバイクになりますね。舗装路ガシガシスピード出したなら 700C で攻めるといいと思いますし、太いタイヤを履いて、ふわふわな乗り心地でのんびり走りたいよという方はですね、
650で太いタイヤ履かせるという手もいいと思います。こちらもですねベースで履かれているタイヤがオンロード寄りのグラベルタイヤといったような感じですかね。あの日本の道路事情にすごくマッチしてですねかなりおすすめです。で何よりやっぱスペシャーはデザインがいいね、かっこいいです。続きましてスコットスピードスターグラベルですね。はい、エントリーモデルのタイプになります。はい、このバイクはね、あのフォークの形状がなんか面白いなと思ってチョイスしてみました。はい、今まで紹介したバイクっていうのはバイクパッキングをかなりしやすいようにダボ穴が結構多くあったりしたんですけども、スコットのスピードスターグラベルはですねそんなにダボ穴はないです。はい、どっちかっていうとロードバイク寄りのグラベルロードといったような立ち位置だと思います。まあそれもそのはずでですね、もともとスピードスターっていうロードバイクがラインナップであって、それをグラベル用にちょっといじったよっていうのが今回のモデルですね。ただこちらもですね、手は抜いていなくてクラリスミックスに前後するワックスルーですね。形状的にはですね今時のトレンドですね、リア三角小さめの前がでかいロードバイクの形をしていて、グラベルロードなんですけども速い形状をしているので、結構ですねガシガシスピードを出したい人でもですね相性はいいんじゃないかなと思います。基本ロードで走るけどたまにグラベルとかキャンプツーリングしたいんですよねって人なんかは、結構これはロードバイクとしても楽しむことができるんじゃないかなと思います。先ほどダボ穴多くないと言ったんですけども、ボトルケージの穴がですねちょっと多いので位置を変えることができるんですよね。これによってちょっと大きめのフレームバックをつけたとしてもボトルと干渉しないので、そのあたりは結構好感が持てるかなと思います。はい、といった感じですかね。まだ他にも15万円ぐらいのバイクというのはちょこちょこあるんですけども、個人的に気に入ったものをチョイスしてみました。全部で5種ですね、5種類紹介しました。ぜひね参考にしてみてください。まあ、この中から選んどけばね、ほぼほぼ後悔することはないと思います。まあ、強いて言えばホイールをね最新のものに変えたいとかいうのであれば、前後スルーアクスルのモデルを選ぶのがベストかなと思います。その点ではラレーはスルーアクスルではないので最新のホイールは履けないのですが、まあ黒森ロードなんでそれはそれでありなんじゃないかなと思いますけどね。はい、他のバイクに関してはね全部スルーアクスルになってると思いますので、後々の最新機材へのアップデートもね容易にできるかなと思います。もしもね参考になった方はぜひグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、次は20万円ですね、やっていきますので楽しみにしてください。それでは。